皆さんこんにちは、ファッション YouTuber の太郎です。この度は皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、誠に、すいませんでした。先日の放送でですね、僕はもともと都内出身の、ファッション YouTuber として、多くの方々に支援いただいてフォローいただいて、たくさん応援していただいていたんですが、そうですね、登録者6人でしたけど、結果的にその、放送が終わった後に放送を切り忘れてしまって、その時に僕が、津軽弁をなまってしまっていたこと、そして、そうですね、すごくなまって話していたこと、誠にすいませんでした。違いますね。だから都内出身だと言っていたんですけども、本当は青森県出身でっていうことを隠していたこと、嘘ついてやっていたこと、非常に申し訳なく思っております。すいませんでした。そうですね、今後は、またより一層、ファッションの方に力を入れて、ファッション系 YouTuber として今後はもっと頑張っていきたいと思っておりますので、これから、そうですね、一件以降、たくさんの人に見てもらって、たくさんの人がフォローしてくださったので、今後は、またさらにファッション系 YouTuber として、ファッションの良さを都内の、ファッションの良さを皆様に届けていきたいと思っておりますので、今後とも、よろしくお願いいたします。どういうこと？見ないの？そうでしょ？俺のファッションが好きだから登録してくれたんじゃないですか、皆さん。いや、何？そうそう、それじゃねえっつの。何なんずやって。何見てくて、は？何なんずや、部屋謝罪関係なんていらねえべら。何なんずやって。何したやまねやまねんず、今。待ってて、いがったべな。何なんずや。いや、おめえさ、謝ったし、今。あと、部屋何しゃいんず。なあ。何も応援だな、何だなって、暇な羽見ちゃったんだべって。なあ。だんだん、謝ったべな、今。他に謝ったべな。精神性謝っちゃうべ、今。何なんずって。おい、コメントあんま見えねえな。何なんずや。ああ、見えだ。なんだよ、ラーガンダバ何も見えねえじゃん。いやだけど、ラーガンダバ何も見えねえはんで、なんかこう、なんかこう雰囲気変わって、ああ、ファッションこいつ、メガネとかも意識してファッションしてんだな、みたいなとこ見れてくれるかなと思ったんだけど、何なんずや。は？いや、おいでやすじゃねえじゃん。何なんずや。誰やそれ。わかんねえけど。誰やって。いや、だから、は？いや、だから、ちゃんと着ちゃうべな、服。何や、ネクタイな、いいべや、凝ったから、おしゃれだべや、なんか。あるべや、こういうやつ。だから、隣のファッションを、な、おめんなじさしスカフェレって喋っちゃうんだべな、この。下でこうやっているったやつで、謝罪動画出せって着ても、しても、な、ただのなんか白いやつでネクタイ、青さして緑、このネクタイとば、我が子ガラ入っちゃうやつ、着て、わ、こいつなんか謝罪する脱ぎもおしゃれなんだな、みたいなとこがあればいいかなと思っちゃうんだよ、この。いや、何喋っちゅうかわかんねえじゃねえじゃん、なんか。だから、わかるって喋ったでばな。なんぼ、お前たちあの放送聞いてから、なんぼ時間あったべな。へば、わつかぶちつがるべんおべるだんなのって時間あったべな。なあ、お前たちそれ見たくてきたんだべ。さっきと書いてあったべな。見たくてきたって書いてあったべな。したんで、なんかおべるって喋っちゃうでばな、この、あ？いや、はいでらよ。いや、だから、いや一応謝罪動画だから、普通に上下ちゃんと着ちゃって、
いやだから証拠とかじゃねえべやって、わかるべな、なんかあの、いや謝罪会見みたいなやつだべこれ、わかんねえけど YouTuber のやつ謝罪会見みたいなやつだべ、それじゃ誰がしたな、わけわかんねえやつクルフンズやって話。いやうずってましたじゃねえから、うずってねえから、たまたまなんかこの辺あれだべ、なんか手の甲うずったんだべ。いやだから証拠見せろって、じゃあもう信じないんだってそれでいいですわ、別に全然それでいいです、信じないんだばそれでいいです、うん。いやだから嘘ついてねえって、いや何なんずやは、だからな、なしでしたこと喋っちゃくんだよな、いち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 したこと言わなくていいんだってやな、上ちゃんと着ちゃな、ちゃんと着たシャツ着ちゃし、こうやってネクタイもしちゃだばしたも履いじゃってこと、いや何なんずや、なしですと、は住所さらすとかでねえはんだおめえ、何なんずや、意味わかんねえこと喋っちゃうよ本当に、まず本つけねえやつやだな、おめだじみでねえやつやはで日本だけ終わってもあるんだねな、いや何がブーメランや、うるせえじゃん、いやもうめんどくせえんだって、おめだじなんか本当に喉乾ぐって、喉が乾ぐべなって、お前なじみ出てやつだ、ノル喋っちゃうんだはんでや。わけわかんねえコメント橋してくるやつの相手しちゃうんだけど、ノル喉く乾ぐんだねって。じゃあなんか水飲ませろじゃん、バカこの。なんなんすや。ああ。もういいじゃん、もう短パンだじゃん、もうなんなんすや、もう、はあ、だから上見えじゃちゃんと来ちゃえばいいべな、もうは何スタに行っちゃうんすや、もうさっきだからや、あわい谷増えじゃし、まだなんなんすや、いやもう分かったって、あもう分かった分かった、もういいですいいです、あの見てくねえんだば、もう別に見なくていいんですけど、わかったわかった、もうわかったって、もうファッションやめますよ、ファッションやめる、うん、なんか、なまっちゃえばいいんだべなあ、いや、もうなんだんす、もうわかったって、もういや、でもやっぱりやだな、やっぱりやだわ、やっぱりやだ、あのこれからもあの次の動画からちゃんとあのあれしますので、あの挽回しますので、僕は、もう何ぼ言われてもいいです、あの今日だけ、あの皆さんこれあの見にくてもいいです、次からの動画も別に見にくていいです、僕はファッションをあの皆様にお届けする YouTuber になるって決めで、僕のその生きがいを見せに来てはんでした、したんでもうしたごと喋っちゅう人たちが何もかもねかも言ってくねえはんで、あの今わかったわかったって子はね、お前たちな、またうるせえはんでさ、喋ったけど、な、短パン配置ぐらいでしたさ、ノレ喋ってくるやつらさ、な、ちょっとこう、一旦ひれ伏された感あったけど、もう、どんでもいいですよ。あの、次の動画から、ちゃんとファッションのことやっていくので、あのね、ファッションが好きだって思ってる人たち、みんな、わあの、ファッション、わあって喋るまでな、と、あーもう、今はなまるけども、次からなまねはんで、見れてね、うん。もう目指したら何もかもねはんで、次からナボスタごと来ても全部無視してあのやるはんで、うん、したんでな、まんずわかった、お目指し次から来ても何もかもねはんでな、うん、だから短パンだじゃよって、なんだんずや、これやもうチャンピオンの短パンや、バカこのせじゃスーツとチャンピオンの短パン合わせじゃ YouTuber だね、このスーツと短パン合わせでネクタイ着てメガネかけちゃうわけわかんねえ YouTuber だと思ってでもいいけど、これからファッションで伸びていくはんで、おめでじのれ見とけじゃよ、やってもらうはんでろ、へばな、次からの動画おめでじで学ぶガッパしないで見とけ、このへばな、へばまんぜこれきりだはんでな、津軽弁しゃべるのへばな、あまんぜやってもらうはんでろ。